それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、法人移行をめぐり、日本学術会議さんが法人移行に対して懸念を表明。なんと歴代6会長まで出てきて、日本政府に屈訴、アレな要求わらが話題をお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。以下引用。政府が示した日本学術会議の法人への移行方針をめぐり、同会議の歴代会長6人が10日、会議の社会的役割が損なわれるとして岸田文雄首相に独立性と自主性の確保を求める声明を公表した。6人は吉川博之、黒川清、広渡誠吾、大西隆、山際俊一、梶田隆明の各氏。声明は政府の方針について2020年の会員の任命拒否問題を正当化するためと疑われると指摘。政府と学術会議のあるべき関係について与野党を超えた国会での議論が必要だとした。吉川氏を除く5人は同日記者会見し、梶田氏は政府の現在の議論は学術会議の将来を考えると極めて危ないと強調。広渡氏は学術会議が在り方を自主的に選択することが真っ当な筋道だと訴えた。引用終了。 X 民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。政府、国から独立して運営してください。学術会議、国は独立性を認めろ。もはや会話が成り立ってないだろ。何回目だよこの問答。補助金おいしいもんね。独立したいならお金も自分で稼げばいいのに。公金に群がってみっともない。レジ袋有料化して環境負荷高くした連中の社会的役割って何？反面教師？神宮外苑空騒ぎのヒステリー感。まだ解体してないんかい。独立性と自主性の確保を求めるならば、政府機関から独立した中立機関に移行するという案に賛成すべきの気が。独立するなら資金も独立しようぜ。不要な組織だし、そのための法人化です。笑うましかなのかな。社会的役割果たしたことがあったか。初めから社会的役割果たしてないだろ。まだだだこねてるのがいたのか。オメガ、達成と自主性を最大限に確保するために法人移行するんですが、むしろ歓迎する方向じゃん。震災の対応で資本主義的に減税で経済活性化するのでなく、社会主義的な復興増税を支持した。処理水の海洋放出の際に何の役割も果たさなかった。学術の社会的役割を自ら毀損してきたのでは。まずは法人として運営してみたら。できないと思うけど、日本のためになる実績を出してから予算申請したら。できないと思うけど。また自由人権への侵害をもくろむ自公長期安定連立独裁政権。独立性や自主性の確保したいならなおさら法人移行が望ましいね。自分の金だけで勝手にやっとけ。独立性と自主性を保つのはいいと思うし、勝手にやれと思う。ただし税金が投入されないのであればという前提で。日本学術会議が果たしている社会的役割なんてない。もし違うというのなら、俺たちはこれをやっていると説明して国民を納得させてみろよ。独立性と自主性を求めるなら法人化を喜ぶべきでしょう。もちろん補助金なんか不要ですよね。問題になってから何年も経つのに自主的な改革を行ったと聞いたこともないですからね。それとも何か変わったのでしょうか。スポンサーになってほしいのにスポンサーの要望は聞きたくないって、なんか子供がイヤイヤ期になったみたいなしょうもなさがありますね。いや、そのための法人化だろ。引用終了。政府が示した日本学術会議の法人への移行方針をめぐり、同会議の歴代会長6人が10日、会議の社会的役割が損なわれるとして岸田文雄首相に独立性と自主性の確保を求める声明を公表したとのことですが、独立性と自主性を求めてるのに法人化して国の影響力を減らしたくないとは本前に不明やで。国の関与をあれだけ嫌がっていたのだから、さっさと法人化してしまえば人員も好きに任命できるようになるんだよ。よかったね。そして独立性と自主性の確保なら自分らでできるのでは。独立性と自主性を最大限に確保する方法が法人移行で、
しっかり資金調達や運営を自分らですれば解決ですよ。また会議の社会的役割が損なわれるとのことですが、もうすでに社会的役割なんてのは損なわれてるんですよ。わいはもう解散でええと思ってますけどね。視聴者の皆様はどのように思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。